なんか視界が真っ白に、真っ白に、白い下着のやついなかったからな。え、何投げられた言っ <laughs> て、何これ痛くて前が見えない。おいおい、エロゲ主人公力低いな、お前。<laughs> 痛いくらいで目の前の天国見逃すんじゃねえよ。だから見なくていいんですってとにかく扉を閉めて確かにこのままだと二次災害が <laughs>。主人公に見られるだけでは済まなくなってしまう。早く出て行ってくださいおい、混乱させるようなこと言うな。ふふふふ。 扉を閉めたら出ていけないだろえー、いていいってこと自分に都合のいいように解釈するけどいいのは、はい、すみません。チカチカする視界のまま、後ろに下がって、手探りでドアを閉める。焦りすぎて、自分が中に残ったまま扉を閉めるとか、そんなギャグをする余裕もなかった、おい <laughs> それ望んでたんだけどな <laughs>。 うん。ようやく目が見えるようになってきた。廊下ってこんなにつまらない風景だったっけっていうぐらい、さっきの光景が天国すぎたね。<laughs> なんか何もないタドンの廊下にムカつき始めたわ。目の前には固く閉じられた扉。けどまるで投資でもしてるみたいに、俺の目には先ほどの衝撃的な光景が映っている。<laughs> もう旗から見たら扉見つめて興奮してるオスにしか見えないの。滑稽すぎるな。まさか再び下着姿を拝むことになろうとは。いや、これ見納めかな共通ルートで下着姿は。こっからは個別ルートでおのの下着姿楽しんでねっていう感じかな。しかも今回 今回は千葉さんんだけじじゃゃなく喜んじゃいけないいと思いつつもや、っっぱりラッキーと思ってしまういや特にキャラ的に、トーコとかネネの下着姿とか、服装的にメグルの下着姿とかは見れない可能性が高かったから、潜在一遇のチャンスだったね。いや、ある意味、いいタイミングで返してくれたアキラに感謝を述べたいね。そして、後が怖いな。謝って許してもらえるかな。いや、そうだよ。ここでちゃんと蹴りつけておかないと。ハロウィンパーティー終わるまでずっとギクシャクしたままだからね。<laughs> これ怖いよ、本当に。ん何か床に落ちてる。もしかして、俺にぶつけられたのって、これかおいこと細やかに詳細を説明る。 くらいお前は白色の下着つけてないっていう時点で下着の路線なくなってきてるからな誰のなんなんだそれこれはメジャーえ、あいつ固いもの投げつけてきたの <laughs> こ<う> <laughs> 衝動的な行動とはいえ失明する恐れのあるもの投げつけてきやがっためぐる 採寸をしていたところだったのでしょうな <laughs> おい、とか、謝れよ。採寸するんだったら、採寸するよぐらいのメッセージ残してくれてもよかっただろそしたら、容易に下着姿を見ちゃうかもっていう仮説が主人公の頭の中でよぎるんだから。採寸え、ちょっと採寸トークで間を伸ばしたいところだね。なんとか、うやむやできないかな <laughs>。問題は、失明させる気があったのかわかんないけど、固いものを投げつけるほど怒っていためぐると、二回目の下着姿を見せて してしまった紬の反応だねあーあれかれかそちゃんと言おううぜ <laughs> お前生生徒徒会会長長だだったたんだろ <laughs> んろなれん草生徒会長の役目を降りた瞬間い、しによおいちょっとこっち側が悪いみたいな言い方しにシフトチェンジしようとするのやめろよ。<laughs> なんか申し訳なさそうな顔しておきながら全責任なすりつけようとしてないだからわざわざ ま下着にまでなる必要はあ、いいよいいよ、つむぎ。トーコが悪いロスに行こう。つむぎはそこまで怒ってない感じだわな。まあ、どっちかっていうと、羞恥心の方が勝ってる感じだね。問題はめぐるだな。<laughs> あいつ怖えな。だって、せっかく作ってもらうんだから、きっちり採寸しないと。いいよ、もめとけ、もめとけ。<laughs> そこで揉めれば揉めるほど、主人公のやらかしがもめきされるから。何にしろ全ては今更ですよ、ね、いや、もうここまでめぐるの想像が全然ないの怖いんだよな。 逆に <laughs> あいつ怒りをために食べ負けてんじゃないか <laughs> まいや、これ、紬ルートの難易度上がったんちゃうか <laughs> こっからどうやって彼氏に何乗り出ようかね。今度は下着姿を。下着姿を。いや、ま、正直、稼働なの姿見られてた時の方が衝撃的だったから、もはやコンテンツパワーとしては下がったまだあるよ <laughs>。下着姿全身お披露目していただいたところ、申し訳ないんだけどさ。 前に見られたのを考えるとまだマシのような気もいやでもだからって見られていいわけじゃないですしねえねえもうちょっと小声で言おう <laughs> 前に見られたとか口走るの <laughs> 本当にすみません鍵をかけてなかったのはまずかったね失念してた <laughs> めぐる <laughs> めぐるちゃん視線がとても痛々しいからやめてこっち見ないでだから服の上からでも十分だって言って ににショップで測るとしてても普通にシャツぐらいは着てますよ。え、そうなの <laughs> 残酷な事実知っちゃったんだけど、え、ランジェリーショップの店員になって女の子の再寸したいっていう俺の儚い夢が知ってしまったんだが、いや、これはやっぱり俺が悪いですから。そうです。理由はどうあれ。女子の裸を見るなんて男の責任ですよ。まったくも男女差別ひどい。<laughs> 2014年当時の男女差別加減すげえな <laughs>。10年前ってこんなに男が何事であれ悪いっていう風潮になってんだ。今ならせいぜい64ぐらいだよね。傾いても。ただあの、わざとじゃないことだけは言わせてくれ。事故なら何でも許されると思うなよ。あ、じゃあまだ許されてないのこれ <laughs>。え、どうしよう <laughs>。アロウィンパーティー終わるまでにこの深い水埋まるかなサノバウィッチ。